こんにちは、吉田さん。雨が降ったら傘をさせる。この言葉に対して私はね、私なりの解釈を思いつきました。それはですね、雨が降った時に傘を持っていればシュッと差すことができますよね。でも傘を持っていない、備えをしていない人は傘を差すことができずに濡れてしまいます。濡れると風邪をひいたり滑って転んで、さらにやばい事態に陥ることがあります。要するに傘っていうのはリスクヘッジなんじゃないかなと思うんですよ。そして傘を差すお金がない人は分かっていても準備できない、リスクヘッジができないってことになりますよね。これをね、いろんなところに当てはめていくと、例えばね、車乗ります、お金がないから任意保険に入らない人っているんですよ。で、事故った時にもっとやばいことになる、取り返しがつかないですよね。だからある程度お金の余裕がないと車には乗れないし、十分な保険にも入れないってことになると思うんですよ。いろんな場面にこれ通用しますよね。だから傘を差すだけのやっぱり余力を持たないといけないかなと。何かが起きた時のために、雨が降った時のために、事故った時のために、風邪をひいた時のために、骨折した時のために、いろんな意味でリスクヘッジってあると思うんですよね。それはたくさんの知識を持っておくってこともありますし、たくさんの人とつながっておくってことでもあると思うんですよ。で、不思議なことにね、お金とか知恵知識とか人脈を持っていると、今度はね、向こうからね、ぜひつながってくださいっていう風になってくるんですよ。だからフォロワーも増えるし、まあ、信者も増えるし、ファンも増えていく、商品も売りやすくなるっていう流れができてると思うんですよね。だから非常に重い意味がこの中には込められてるんじゃないかなと私は解釈しましたね。これからもね、雨が降った時には傘をさせるようになっておきたいと思います。できればその傘が大きくて、自分だけじゃなくて自分の家族や周りの人も守れるぐらい大きくて頑丈な傘になるといいかなと思ってますね。それでは行ってきます。